野菜を摂るのは大変だけど野菜ジュースなら摂りやすいということで野菜ジュースを選ぶ人も多いですよね。でもそれお金の無駄だと思います。買ってきた野菜ジュースを飲むのは今すぐやめてください。野菜ジュースで健康になるというのははっきり言って幻想です。この動画では買ってきた野菜ジュースをなぜ飲むべきではないのかについて解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、ドクターあきこです。マインドフル睡眠チャンネルでは痩せない、眠れない、疲れやすいといったお悩みを解決するお手伝いをしています。野菜は確かにいいです。野菜はたくさん摂るべき、私はそう思います。まず野菜を摂るメリットは食物繊維が摂れることですね。食物繊維もたくさん摂ることによって腸内細菌が整いますし、血糖値が上がりにくくなって体へのダメージが抑えられます。野菜はたくさん摂るべきと思ってますが、この野菜ってあまりにも言われるので野菜摂れない人が野菜ジュースを買いに行っちゃうんですね。これは本当に本末転倒というか、野菜ジュースと野菜は全然違うということをぜひ知っておいていただきたいなと思います。野菜の中には食物繊維以外にビタミン C とかカリウムとかミネラルもたくさん入ってます。ポリフェノールとか野菜ならではの成分が入ってるっていうのも魅力ですよね。確かに野菜でしか取れない成分をジュースで取りたいっていうのはあるかもしれませんが、それ以上にデメリットもあるんですよね。まず野菜と野菜ジュース何が違うかというと、根本的に全然違うんですけど、野菜ジュースはジュースです。水に砂糖を入れて、それにちょっと栄養になるような要素をちょっと追加して、そして野菜の一部を入れたもの、色をつけて野菜で色をつけたような感じなので、野菜風味のジュースみたいな感じで考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。名前は野菜ジュースかもしれませんが、それは野菜ではありません。皆さん毎日ジュースをたくさん飲んで健康になると思いますか？その野菜ジュースを飲むことによって糖分が液体としてガガガッと入ってくるんですね。毎日コーラを飲んでる人を見て、あなた健康になりたいんですねって思わないですよね。コーラを飲むことと野菜ジュースを飲むことさほど違いがないんじゃないかと私は思います。そんなはずないでしょと思う方は、家にある野菜ジュースの裏の原材料名を見てください。一番最初に来てるのは何でしょうか？ほとんどの野菜ジュースが糖分だと思います。果糖、ブドウ糖、液糖といった液状の糖分が一番多いんです。一番多いものが一番上に来てますので、一番先に書いてあるものがたくさん入ってるんだなというふうに思っていただけたらと思います。もしこの野菜ジュースで本当に野菜がたくさん取れてるのであれば、一番先に来るのは何でしょうか？野菜の名前だと思います。でもそんなものはほとんどありませんね。もし本当に野菜が一番前に来てるのであれば、もうドロドロしてジュースとして成り立たないんじゃないかと思います。カンカンとかパックに入ってスルスルっとストローで飲める程度の液状であるということは、食物繊維がそこまでたくさん入っていないということなんです。実際に食物繊維というのは1日に 18g ぐらい摂るべきだと言われてますけれども、昔の戦前の日本人は 25から 27g ぐらい食物繊維を摂ってたんですね。でも今私たちは食物繊維がほとんど摂れていません。18まで到達している人もほとんどいません。で、食物繊維をしっかり摂るために野菜というのはすごく役に立つものなのに、ジュースにしてしまったらその肝心な食物繊維が取れないということで、メリットがあまり得られないということになってしまいます。そうは言ってもビタミンとかミネラルとか大事な成分が入ってるから私は飲むよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、もしそうだったらジュースじゃなくて錠剤とかサプリメントとかそういったもので取った方が糖分も入らないしいいんじゃないでしょうか。じゃあ野菜どういう風に取ったらいいのかというと、できるだけそのまま切って食べるのがベストですね。生の野菜をサラダとして食べるのがベストだと思います。生だとたくさん食べられないっていう方は蒸したり茹でたり炒めたりということで調理して食べるといいと思います。忙しくてなかなか野菜が取れないという方もいらっしゃるかもしれませんが、できるだけちょっとした隙間時間でブロッコリーを茹でて冷蔵庫に置いておいたり、ほうれん草のおひたしをストックで作っておいたり、きんぴらごぼうを作っておくとかですね、ストックの野菜おかずをたくさん作っておいてこまめに野菜を取っていく、これが理想的かなと思いますね。あとは自分で作る野菜ジュースはどうなのという方もいらっしゃると思います。私も時々やっています。私が作るのはジューサーとかではなくてブレンダーですね。バイタミックスというジュースを作る機械を持ってるんですけど、そこに切った野菜を入れてガーッと攪拌して飲んでいます。このバイタミックス非常に優秀で、食物繊維も細かくしてくれるのですごく飲みやすくて、カスが出ないで全部飲み切ることができます。結論としては、毎日野菜ジュースを飲むのはただジュースを飲むのと変わりませんので、血糖値が上がったり、血糖値が上がることによって糖尿病になりやすくなったり、イ
インスリンの出が悪くなったり、インスリンの効きが悪くなったりして、早期にダメージが蓄積していきます。その結果、生活習慣病、特に脳卒中、心筋梗塞、高血圧、肥満、そうした病気を起こりやすくしてしまう。これが私にとっての結論。実際に野菜ジュースを毎日飲んで、この病気になったよっていう確証は特にないので、これはあくまでも私の考えとして聞いていただけたらと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。公式 LINE がありますので、ぜひお友達になってください。お友達になった方には、毎週健康になれるメッセージを配信したり、最新のセミナー情報とか、医療機関でしか買えないサプリなどをご案内したりしております。ぜひお友達になってください。